皆さんこんばんは、ティンダーマクーボーイ、ティンタです。中宇、秋田県秋田市の中宇行ってきました。はい、中宇は山形にもあるかと思いますが、はい、その中宇、実は私食べたものがあります。夏といえばやっぱりうなぎでしょう。うなぎの豪快盛りを食べました。はい、3枚本当に美味しかったです。卵と一緒に、ミニうどんと一緒に合いますね。中宇はですね、今話題になったのはトンカラ丼でございます。唐揚げと卵が入った親子丼みたいな丼です。あとはまあ鶏ささみの親子丼もございますね。玉ねぎ入ってるかどうか不安ですけどね。はい、あとはいろいろあって、うどんも、あとはそうですね、天ぷらうどん、そばもございます。あとはカツ丼、すき焼き丼、あと牛丼もございます。はい、鶏の唐揚げ、あとカレーもございますし、はい、すき家とほぼ同じです。吉野家、中宇も鶴岡にできたらいいですよね。はい、皆さんコメント、高評価、チャンネル登録どうぞお願いします。モバイルオーダー簡単に注文もできますからね、公式アプリで。はい、あとはまあいろいろとできます。おっとく、以上です。バイバイ。